3秒でできる超簡単なのに効果絶大な風邪予防対策。ウラションちゃん先生が最近意識している風邪予防対策がありましたら教えてください。風邪を予防する最高の方法は睡眠運動朝散歩しかないだろう。まず睡眠時間が1時間減るごとにコロナ感染症に 13% かかりやすくなるという研究がある。つまり5時間睡眠の人が8時間睡眠すると約 30-40% コロナ感染症になるリスクを減らせるという、そんな恐ろしい研究も出てるけども、だいたい睡眠減らしてると風邪にも引きやすいしコロナにも感染しやすい、当然免疫もがっつり下がってんで重症化もしやすい可能性がある。あと運動不足の人はコロナ感染症になった場合の重症他のリスクで肥満よりも運動不足の方が重要じゃないかということが最近の研究で出ている。なんでまあ睡眠と運動をしないと免疫が下がるぞと、コロナも関係なく普通に風邪も引きやすいぞということが皆様方の常識にしていただきたいのでござる。朝散歩も体内時計がリセットされて一日のメリハリがついて非常に健康にもいい。なので睡眠運動朝散歩は知ってるぞみんなこの動画を見てる人は思うので、もう一個だけ究極のウルトラスーパーな風邪予防対策をお伝えしよう。それはマフラー。これがすごい、すごいというか、なんでみんなこんなに寒いのにそんな涼しげな格好で歩いてんのっていう風に思うんだよな。街見てたら普通にコートみたいの着て首のあたりがスカスカになっていたり、特に女性のなんかちょっとこう軽やかな感じのおしゃれして、寒いだろうそれって話になってくるわけで、ちゃんと予防するつもりあんのかよ。風邪予防っていうのはコロナ予防と同じだからね。それはね、暖かい格好をして歩くというのがすごく重要だと思うんだけども、街で見てたら全然みんな暖かい格好して歩いてない。寒いでしょ最近ね。マフラーっていうのがすごく便利で、昼暖かくても急に夕方か夜になると冷え込んでくるので、そうなってきた場合何かこのすごい分厚いコートを昼から着ていくというのもなかなか難しかったりするので、マフラー1枚あればカバンの中にポンと入れとけば寒くなればすぐパッとつければいいので、非常に温度調整がしやすいということで、この寒さの対策としてものすごくやりやすい。マフラー1枚持って出るだけなのでこんな簡単なことはないということで、とにかく冷やさない、寒くならないということで、最初につけないと意味ないじゃん。もう終わる。マフラーをするということで、この首周りね、普通の風邪もコロナもそうだけど呼吸器感染症なわけだから、なかなか口から入ってくるわけだね、そのウイルスっていうのは。首の周りで免疫反応っていうのは起こってるので、ここが寒くなると一番弱くなるわけだ。ここだけ温めとけばいいわけだね、要するに。だからマフラーっていうのはものすごくウルトラスーパーに意味があるんだけども、みんななぜか寒々とした格好をして、マスクして喜んでるっていうね、状態で。マスクするならマフラーしろ！風邪予防イコールコロナ予防になってくるのでね。こんな時に風邪ひいてたらコロナだなんだっていうふうに疑われるので、風邪ひかないように温めていこうぜ。あと睡眠運動朝散歩忘れないようにしよう。マスクよりもマフラーおすすめです。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。